金プリ卒業平野市洋人宮司ゆうの速攻削除に悲しみ広がる R。サバ落ちへの怒りとゴテゴテ救済ページの大不幸。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日で q n g o p スからは平野市要26、岸裕太27、神宮寺裕太26の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退場。岸のみ9月30日に退場。金プリは長瀬連24と高橋海斗24の2人組ユニットに生まれ変わった。 三人の脱退前最終日である22日夜にメンバーはそれぞれの思いを上品ナイスウェブ、掲載の公式ブログに綴っていたが、これについてファンが荒れる事態が起きてしまったという。キンプリのメンバーは5人全員が22日に各々の個人ブログを更新しました。岸さんは昼に、神竜二さんと長瀬さんが21時50分に、 平野さんと高橋さんが22時50分にブログをアップしました。しかし、最後の挨拶を読みたかったファンや、過去のブログ内容を消える前に保存したかったファンが、サイトに殺到。これが予想以上の大人数だったようで、サーバーダウンしてしまったんです。そのまま日付が変わってしまい、ブログを読めないファンが多かった、ということです。女性誌ライター。 残留する高橋と長瀬、9月末までソロタレントとしてジャニーズに残る騎士のブログはそのまま残っている一方で、23日を迎えた時点で平野と神宮寺のブログ、ショータイム、と、どうも、国民的彼氏、神宮寺ゆうたです、は、どちらも削除。公式サイトから姿を消してしまった。 サーバーダウンでその最後のブログを読むことさえできなかったファンは怒り浸透となったのだ。資格を追って救済措置が発表されたが、ジャニーズを退場した平野と騎士のブログが削除された件について、あんなにサーバーダウンしてたのにすぐジグヒラのブログ削除されているのを笑う WWW 思いやりなさすぎ WWW や、そうなんだよ。 わかってたけどさ、www サーバー問題で見れてない人いるでしょ。新しいヤーシャや二人のページ削除を反映させようとしたせいでサーバー落ちたんじゃないかとすら思ってしまう。これ本当にファンの方がかわいそうでならない。ありえない。せめて平野くん神宮寺くんのブログはもう少し残してあげてよ。金プリちゃんみなジャニーズウェブ更新してたなぁ宮寺くんのだけ読めなかった。 しかもジャニーズウェブ何かサーバー殺到してたのか動き遅くて、キャットタンをここまでメンバー辞めるとき更新してくれなかったから、すごい驚いてる、といった嘆く声が SNS に多く寄せられている。ただし、一連の出来事について5月23日、上品ナイスウェブ公式サイトには、 22時過ぎより想定を大幅に超えるアクセス集中によるサーバー負荷が原因により断続的にサイトにつながりにくい状況が発生しておりました。と、謝罪文を掲載しているほか、しっかりと救済措置はあったという。23日に会員限定で23日午前11時59分までは平野さんと神宮寺さんの最後のブログが読めるようにしてあります。 二人のブログを復活させたのではなく、サイトのお知らせ欄にそのまま文章だけコピペした感じですね。ただ、この掲載が遅れたため、これに気づかないで、今も事務所への怒りの声を投稿するファンもいて、数いて、やはり、ちょっと対応がごてごてだった部分もありますよね。 キンプリのとんでもない人気を考えるとアクセス殺到は予想できたことだし、事前に最後の投稿だけはしばらく読めますよと告知しておくべきだったかもしれません。最後の最後で、とても不幸なアクシデントが起きてしまいましたね。前での女性誌ライター。5人のキンプリの圧倒的な人気があだになってしまった最後のブログ更新だった。 今日でお別れです。ね、平野市、要最後の一枚で見せたサムズアップがたくましい最高の5人の、金プリショット。